はい、良い子の皆さんこんにちは、政局ウォッチナウです。この時間は、新型肺炎コロナウイルス対策を、医師であり弁護士であり、そして新潟県前知事の米山隆一先生にお話を伺います。米山先生お願いします。はい、お願いいたします。はい、どうも。早速ですが、今回の新型コロナウイルス問題において、今どんなことをお感じになっているか、まず医師の立場から全般的にお聞かせいただけますか。はい、これは、新型コロナウイルスって全容がわからないので、はい、なかなか言いづらいっていうのと、そもそも私はあまり感染症の専門家でもないので、はい、あまり偉そうなことを言うのはどうかっていうのはあるんですけれども、はい、ただ分かっている範囲の中で、冷静に情報を見たときには、決して楽観したいわけではないですけれどもね、そんなに恐れる状況にはないっていうことは言えるんだと思います。ですから皆さん、冷静に対応していいんじゃないのかなとは思います。はい、ツイッター等を見ると、もう本当に明らかにデマっぽいねとか、フェイクニュースもいろんな災害の時にも、ツイッターっていうのはこう拡散力があって便利な反面、でもやっぱり風評被害であったり、ネガキャンだったり、フェイクニュースも飛び交いますよね。ですから、そういったところはありますけれども、それから WHO が緊急事態宣言をされましたけど、これを受けて、WHO の、対応、それから政府の今対応なんかに関しては、どのようにご覧になってますでしょうか。そうですね、WHO の対応は、遅きに失したっていう意見はあるのかもしれないんですけれども、同時に確かに武漢ですよね。に関して言えば、それはアウトブレイクはもう明白で、ちょっと制御できない状況になってるというのはあると思うので、ここで緊急事態宣言をしたのは、それは正当なんだと思います。はい、で、政府の対応はだいぶ後手、WHO とはまた別の視点で後手だったとは思うんですが、少なくとも、現時点で、前倒ししたということは、それ良かったっていうことなんでしょうね。本当に感染症っていうのは多段階で、本当にやっぱりスピードというものも、必要と、されていくかと思います。しかしながらですね、今回、このコロナウイルスとくっついて、緊急事態条項、ここら辺から、弁護士というか、また憲法の話とかにもなってくるかもしれませんけど、そこで法改正、憲法改正が必要だとか、そういった議論もですね、例えば、自民党与党の、議員の方ですとか、伊吹元、衆院議長なんかの発言なんかもありましたけど、このあたりは米山先生、どのようにご覧になってますでしょうか。そこが本当に、そんなところに行く必要ないのにって思うんですよ。はい、ちなみに、さっきの感染の話をもうちょっと補足するとですね、なぜコロナウイルス今わかんないんで、いろいろわからないんですけれども、今まず分かっていることもそれはいくつかあるわけです。はい、で、いくつか分かっていることの一つっていうのは、死亡率は全体の感染者はわかんないわかりませんけれども、3% ぐらいで決して高くはない。で、その一方で無症候の感染者がたくさんいるっていうことですよね。症状出ない人がいっぱいいるっていうことですね。で、さらに重要なのは、基本再生産数っていうんですね。R0 っていうのがあって、一人の患者が治るまでに一体何人感染させるかっていうやつなんですよ。この数字は非常に重要で、これがですね、だいたい2ぐらいなんです。で、2ぐらいって、実はそんなに高くないんですよ。何を言いたいかっていうと、ツイッターでも書いたんですけれども、感染がアウトブレイクするかしないかっていうのは、ウイルスだけで決まるわけじゃないんですよね。患者数がまずあって、で、感染確率があるじゃないですか。で、それが一人の患者が治るまでに、二人感染させたら、それはアウトブレイクしますよね。必ず。倍々になっていくわけですから。でも、全く同じウイルスでも、もし、患者さんが、2の場所よりも、短い期間に治っちゃうと。7割の期間で治っちゃうと。で、さらに、みんなが手洗いとかするから、感染確率が、アウトブレイクしてるところよりも7割、3割低いと。だから、感染確率は7割だってなると、これ7が 0.7 かじゃ 0.7、0.49 じゃないですか。だから感染確率、R02 に 0.49 かけるともう1を割り込むので、0.、
99になりますよね。あの 0.98 になりますよね。だからもう感染は収束するんですよ。だから、はい。あの、中国の武漢でそのアウトブレイクしてるっていうことは、全く同じウイルスでも、それが日本でアウトブレイクするっていうことじゃないんですよね。はい、まずそこのところは冷静に、はい。見ていかないといけないというところですね。ことです。はい。で、わざわざこれを言ったのはですね、じゃあ、どうしたらそのアウトブレイク防げるかっていうと、はい、結構、あの、まさに今言った、あの、割にシンプルなんですよ。うん、結構、うん、あの、手洗いとかみんな馬鹿にするかもしれないんですけど。手洗いっていうのは、公衆衛生の先生、基本、予防ですよね。基本、はい、基本ですよ。はい。で、これが一番大事ですね。そうです、そうです。で、みんながそれをしたら、別に感染確率、中国より3割下がるってありそうでしょ？普通に。はい。もう、普通にね、こう、中国の7割ぐらいになるってことは、いかにもできそうじゃないですか。はい。で、かつその、重症患者がいたら、その、武漢が何が困ってるかっていうと、きっと、まず、もう、あまりにも患者が一回増えすぎちゃうと、うん、その手洗いとかマスクとか間に合わなくて、感染確率下げられないんです。で、あと、もう、元の患者が多いから、もう、5人の患者、1人の非感染者が5人の患者に会っちゃったりするんですよ、きっと、もう病院に行くと。だから、その意味でも感染確率高いんですけど、はい、逆に日本では全然少ないわけだから、はい、あの、まず、こう、症状が出たら、さっと入院してもらって、もう、さっと隔離する、はい。で、皆さんにその手洗いをやってもらうっていうことで、感染確率を下げて、かつ患者数を限定すればですね、相当、あの、アウトブレイクって防げるんだと思うんですよ。うん、で、現に、その WHO のホームページ見ていただけると、はい、アウトブレイクしてるのは中国だけなんですよね。で、死者が出てるのも中国だけなんですよ。で、それは、中国が特に悪いって一体に言いたいんじゃなくて、あの、これ指数関数的に増えていくから、一回ある基準を超えちゃうと収束がすごく大変なんですよね。はい、でも、ある基準にさえ達しなければ、それはむしろ自然に収束しちゃうんですよね。はいはい、だから、できる、あの、全然、あの、抑えられるわけです。で、はい、必要なのは実は極めて普通の対策なんですよ。はいはい、どう考えても、うん。で、かつその、あの、なんていうか、そもそも特効的な治療はないわけですから、極めて、ね、治療としても対症治療、対症療法じゃないですか、はい。で、対症療法と普通の感染予防をできれば全然いいはずなんです。はいはい、で、それをするのに緊急事態条項っていりますかっていう話で、全くいらないです。だから、普通な対策を打っていくっていうことを、あの、きちんとできてないっていうことがその今の問題なのに、それをこう、うん、緊急事態条項に転嫁するってのは、それは本当にこう筋違いと思いますね。なるほど。ちなみに、あの、昨日の時点なんですけれども、はい、今世界各国でその感染が報告されているというのがどういった地域があるかというと、まあ、中国に準じて次日本が多いわけなんですけれども、日本、マカオ、オーストラリア、カンボジア、マレーシア、ネパール、フィリピン、はい、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム、インド、北米地域はですね、カナダ、アメリカ、それから、欧州になるとフィンランド、フランス、ドイツ、中東はアラブ首長国連邦ということで、なぜかアフリカは今なくて、はい、これだけの地域が今、あの、感染が確認されているといった状況なんです。そうです。はい、そうです。でもその本当にアウトブレイクは中国だけじゃないですか。はい。まあ、今本当にボーダレスでこうね、飛行機や物流がありますから、まあ本当に今見るとまあ世界各国で今感染が確認されてるんだなということは分かるんだけれども、でもとにかく水際というか今できる本当にその公衆衛生予防防疫ってことで考えれば、まずは私たちがすぐ今日からでも誰でも当たり前に小さなお子様でもできるのはうがいと手洗いですよね。そうです。でその効果本当に大きいと思う。はい。であとその今広がってるって言ったじゃん、はい、言ったじゃないですか。はい、で、これは、まあ、しょうがないって言い方なんですけれども、うん、これ、実はその、刺して重くない感、あ、それ断定はできませんけどね、今の状態で、はいはい。刺して重くない感染症であることの一つの証左なんだと思うんですよね。はい、その、まあ、そういうことをラサネテみたいにもう、かかったらもうほとんどの人が、あの、感染させる、人に感染させる前に死んじゃうみたいな感染症って、うん、あんまり広がらないわけですよ。はい、こう多くの人がそれほどの症状じゃないって言いますか、はい、あの、元気で歩けるから、こう世界中に広がっちゃうわけなんですよね。はい。で、こういう感染症、それは、あの、もう、
水際対策大事なんですけど、はい、水際対策で完璧にシャットアウトしようとするのは、かえってエネルギーの無駄なわけですよ。はい。というのは、はい。というのは、はい、その、だって無症候で感染してる人がいっぱいいるっていうことは、それを全部ピックアップしようと思ったら、わからないですね、確かに。なかなか。全員に検査を受けさせるか、はい、完全にその人の流れをシャットアウト、もうゼロにするかしかないじゃないですか。はい。それって莫大な費用がかかるわけなんです。はい。それはもうしょうがない。それはやっぱり現実的にできなくてしょうがなくて、うん、一定の人が散発的に流入してくることはもう、現実としてはもう認めざるを得ないんだと思うんですね。もちろん水際対策として、まあ、大変ね、住んでる方には申し訳ないけど、それはもう、こう感染者の供給源となっている武漢からのね、入国者っていうか、方に関しては、それは検査を行って、強制したりですね、義務付けたり、検査を義務付けたり、まあ、一定程度の期間を見るみたいなことをして、きっちり見る必要があると思う。して、その、流入の速度は遅らせるべきだと思うんですよ。流入の量って言いますかね。はい、でも、散発的な流入は、それはもう、完全に避けることは不可能だし、それを、ものすごく恐れる必要はない。散発的に流入したって、その人がその、治るまでの間に感染させない、感染させる数がその、1よりも、平均して1よりも少ないっていう状況を作りさえすれば、はい、それは散発のままで終わるんだ。終わる、はい、制御できるので、はいはい、まあ、そういうことを総合的に作っていくってことだと思いますよね。一方ね、はい、今そういったこれ健康面の話、それから今本当にその、はい、まあ、公衆衛生、この感染症対策っていうことでのコロナウイルスの話を先生と今して、米山先生としていったんですけれども、今度ちょっと経済界、はい、ビジネス面でのこの、コロナウイルスのマイナスっていうダメージっていうことを我が国において、ちょっとそこもちょっと論じなければいけないと思うんだけど、まあ、今地方創生と言われて、まあ、ちょうど中国春節の時期でして、はい、まあ、このぐらいの時期って毎年この2月前後ぐらいっていうのはたくさんの渡航客がインバウンドで我が国に訪れます。先生の新潟ですとかね、本当に旅行客が訪れる今だから、各地の観光地で大変な大打撃、ホテルの宿泊キャンセルだとか、そういったことが起きているといったような報道も多々見受けられるんですけれども、まあ、国会の予算委員会なんかを見ると、そういった方々の事業者の方への、まあ、予算対策をなんていうのも、こう今ちょうど、予算委員会なんかでも議論されているんだけれども、まあ、この経済面から見たコロナウイルスっていうのは今どんなように、米山先生映りますでしょうか。いや、これは極めて強いリスク要因ですよね。うん、怖いですよね。その、今ほど言ったみたいな話って、それはある種の、はい、まあ、理屈なわけですけれども、はい、まあ、理屈はもちろんきちんと言って、その皆さんの不安を払拭することは大事なんですが、はい、でもまあ不安って不安ですからね、その、はい、完全に払拭なんかできないわけで、はい、もうコロナウイルスが沈静化してしばらく経つまでは、もうその世界のその、はい、旅行が減退するのはもう避けられないでしょうし、かつてのSARSなんかもそうでしたからね。はい、はい、で、旅行だけじゃなくても経済活動全般がその外に行かなくなるみたいなことが起こってしまうので、はい、停滞することはもう避けがたいんだと思うんです、はい、で特にそれは世界の中でその景気が決してなんて言いますかね、うん、いい方とは言えない日本にとっては大きなリスク要因だと思いますね。だからそれに対するその対策っていうのは、まあ、できること限られますけれども、はい、まあ、しかしに今からこう考えておくべきだと思いますね。まあ、例えばパッと浮かぶことで言うと、中国なんか世界の工場なんて言われていて、例えばファッションの春夏物っていうものの展示会がちょうど1月にあってですね、そこで受注をいただいて、はい、例えば日本のアパレルメーカーさんなんかはそちらを受注して中国で生産するっていうののちょうど2月この春節の時期っていうのがいつも納期とかサンプル出しとかそれぐらいの時期なんですよね。だ春節だと、はい、皆さんそういう業種形態ものづくりの方々っていうのはこう春節が重なると、ただでさえこう航空運賃が上がったりだとか、まあ、いろんな移動が大変だとかっていう時期だけど、これ渡航が飛行機の離発着が、中国と日本飛ばないとかですねっていったことになってくると、まあかなり、やっぱりビジネスにも大きな影響、まあ、その旅行とかのみならずですね、まあ、大きな影響を受けるんじゃないかなということも。いや受けるでしょうね。もうそれは
すごい影響でしょうね。で、本当に、まあ、中国全体の需要だって減っちゃうでしょうからね。はい、そのビジネスのプロセスがその円滑に進まないっていう状況に。はい、まあ、内政、需要がないことには売りようがないわけだから、まあ、そこは本当に大きなリスクであり、まあ、リスクというよりはもう、もはや実現すると思った方、そうなってしまうと思った方がいいですよね。で今回本当にあの武漢の本当にあの人口も大変1000万人都市であるとかね、本当にそれから日本人もたくさん多くあの住んでらっしゃったってことがこの、 あの新型コロナウイルス新型肺炎起きてから私も知ったんですけれども、いやもう本当に、はい、あのまあ世界と地続きだなというような意識を持ったわけなんですけれども、はい、いや地続きですよね。だからこれも、うんそうなんですよ。ある程度の感染がもう伝播することは避けがたいんですよね。これ仮に中国と日本を完全に渡航禁止にしたって、うんまあ、中国って何せなどものすごく長い国境線で、東南アジアともロシアともつながってるわけですから、はいはい、そこから必ず行っちゃうのはインドともつながってるわけ。まあインドはね、まあ山ありますけど、まあ、いずれにせよどこか伝播しちゃいますよね。その完全シャットアウトなんて無理っていうことだと思うんですよ。いや本当にそういうこと考えるとね、あのもうすごい壮大な話になりますけど、中世の社会なんかペストの蔓延ってい う, こうヨーロッパでペストが蔓延大変だったじゃないですか、まあ、でそれがねやはりそういうこうあの戦争だとかいろんなあ紛争とかそういったゲルマン民族の移動とかそういったまあ世界史で習ったような時にその本当にペストがヨーロッパ中に蔓延したとかそういったあのこと歴史なんかで習ったりするわけですけれども、まあ、はい、本当に人類っていうのは本当に感染症との戦いだなとみじみなんかそうそうね今回も思ったわけなんですね。そうそうです、うん、まさにそうです。で、まあ、中世の頃はまだなんていうか、あのそれぞれのねコミュニティって言いますか、それぞれの民族が分かれて暮らしたわけですよね。うん、その、うん、まあちょっと例えがいいかどうか分かりませんけど、はい、まああのまあ、動物園があったとしていろんないくつかの檻に入ってるいくつかの群れだったわけですよ、我々人類は宇宙という動物園に入っているあの檻だとしたら、はい、あのヨーロッパって檻があり日本って檻がありみたいなのが中世の世界像だったと思うんですけど、はい、今やもう地球という一つの檻に入ってる、はい、そうそう一つの檻に入って、まあ、群れは微妙に群れは分かれてて、あっちの群れ、中国群れ、日本群れってあるけど、もう一つの檻に入ってることはもはや否定できないみたいな状態になってますから、まあ、あの、感染症はね、あの、今の社会のリスクですよね。で、まあ、そういう意味では、あの、法律がその、この状況に対応してないっていうのは大きくあるんだと思います。その検疫法も感染症法も、はい、なんていうか、もっと、コミュニティがバラバラで、で、かつ移動にはもう船で、はい、なんて言いますかね。まあ、だいたい1ヶ月ぐらいかかるから、はい、まあ、その間に必ずもう感染してる人は発症するみたいなことがベースにありますよね。それはもちろん、あの、累次の改正を経て、そんな直端じゃないですけれども、はい、まあ、今みたいになんていうか、今日感染、中国で感染した人が今日のうちに日本に来れるみたいな、あの、ことがあんまり想定されてないんですよ。そういう意味では、あの、適切な改正は必要だと思います。はい。まあ、本当にあのということで本当に我々、そのリスク、それで、まあ、今年は折しもオリンピックもございますから、やっぱりこの、はい、オリンピック前にこの、あの感染症対策、はい、改めてしっかりとやらなきゃですね、これ米山先生。いや、じゃあ、で、まあ、私は日本に関しては本当にある程度は楽観していて、はいはい、あの日本は本当にそういった部分で厚労行政しっかりしてますからね。はい、はい。で、まあ、もとよりなんかそういう、こう、ね、あの、公衆衛生意識高いですから、はい。はい、まあ、あの、散発的な感染は必ず続くとは思うんですけども、うん、まあ、そこは抑えていけるだと思うんですよね。だからそこは、うん、あの、むしろやっぱり世界のために、その武漢を、アウトブレイクを抑えてあげると、うん、世界中でやっぱり協力して実現することなんじゃないのかなと思いますけどね、その、どうあれそこでアウトブレイクしたら広がっちゃうので、本当に散発的な感染もそうですね。そこはもう対岸の火事ではなくて、やっぱり知恵がある方々が、はい、もう本当に世界中がもう今武漢を助ける、はい、助けるね、あのいかにやっぱりその知恵を結集するしかないというのも、やっぱりあの世界が本当につ、はい、ボーダレスでつながってますから、本当に、コンピューターウイルスじゃなく、まさにこういう感染症も地続きでやってくるという時代ですからね。そうです。そしてそれは本当に、あの、ちょっと同じ感染繰り返しになりますけど、うん、
基本的に感染症、どんな感染症だろうが、一定のリソースをつぎ込めば、その、うん、その人が助かると、恐縮ながらね、そのかかってる、重体になった人が助かるかどうかはまた別として、うん、きちんと隔離できて、そのきちんと、他への感染を、その、コントロールさえできれば、うん、それは収束でさせられるわけなんですよ。うん、まあ、すごいちょっとブラックな極論を言うなら、うん、だって必ず人間は、もし重体になったら、やがては死ぬわけだから、その人自体がゾンビとかして永遠に撒き散らすことは起こらないわけです。だから、きちんと感染管理さえすれば、それは必ず収束できる話なので、それは、世界中がそのリソースを、きちんとこう、まあ、分け合って、やっぱりそこの申請、武漢の申請会に協力するっていうことが望まれると思います。うん、そうですね、本当に。まあ、今日は、コロナウイルス、そして新型肺炎のお話を米山先生と伺ったんですけど、先生、はい、改めて、他になんかこう、今、ツイッター、とか含め先生のタイムラインをざっと拝見してて、これは今の時代とか今日この今言っておきたいよということとか何かありましたらぜひ最後に、ありましたか、ね、何かありますかね。いや別にこの今話してる新型肺炎のことだけじゃなくですね、何か、はい、まあ、政治でも、はい、今見ててこう先生の方で感じる今日この頃こんなこと思ってるみたいなことをぜひ最後に。うん、まあ、それを、そうですね、ツイッターでもちょろっと書いたんですけれども、うん、まあ、このコロナウイルスがすごい話題と同時に、まあまあ、桜を見る会っていうのも、すごい話題にはなってるじゃないですか。はい、で、まあ、名前として恐縮ですけど、まあ、それはね、安倍総理のその、ね、募集、募ってあるいは募集はしてないとかって、なかなかすごいのも飛び出してたりするじゃないですか。はい、ね、ああいうのって、うん、まあ、ちょっと悪口で申し訳ないんですけど、まあ、基本的に責任を取らないってことだと思うんですよね。その、自分のしたことを自分がしたと認めてないっていうことだと思うんです。はい、まあ、あの発言ってそうね、募集はしたってことを認めないために募ってるけど募集はしないってものすごいセリフが飛び出したわけじゃないですか。はい。で、まあ、その、まあね、まあ私もそれは、私も責任を取るって言いながら取れたかどうかわかんないし、私なんか言うと、お前はって言われがち、言われるのはよくわかるので、あまり言いたいわけでもないんですけれども、私のことじゃさておいてですね、はい、新潟には、英雄って言っていいんだと思うんですが、田中角栄さんっているわけですよ。田中角栄先生。はい、元首相。素晴らしい。でね。はい。素晴らしい。で、田中元総理が、その、ね、かの有名な、大蔵大臣就任挨拶っていうのがあるわけですよね。はい。それってご存知です？とにかく私が最後責任を取るっておっしゃった、あれは経産大臣の時だったんですかね。あ、経産でした。ごめんなさい。いや、財務大臣じゃないか。いや、財務大臣じゃなくて、通産大臣の時だった。いや、通産でした。それは失礼しました。私、田中が、すべて責任を取るって言った訓示をね、はい、最初におっしゃった時ですね。そうです、そうです。はい。すごいね、有名じゃないですか。はい、で、あれですね、こう、ちらっと読ませていただくと、ちゃんと今、私、それぞれ用意したので、読ませていただくと、はい、これから一緒に国家のために仕事をしていくことになりますが、お互いが信頼し合うことが大切だと思います。はい、従って今日、ただ今から大臣室の扉はいつでも開けておく。我と思わん者は今年入賞した若手諸君も遠慮なく大臣室に来てください。はい、そして何でも言ってほしい。上司の許可を取る必要はありません。できることはやる。できることはやらない。しかし全ての責任はこの田中角栄が背負う。以上。これですよね。はい、かっこいいと思いません？かっこいいっていうね。私、この時代に田中角栄総理に仕えたって言った当時の役人の方々もおじい様ですけど、はい、ご引退して当時のお話を、はい、田中角栄にこの国を任せたいっていう大下英二先生の本なんかにも出ていらっしゃるような方々とかにお目にかかってお話を伺う機会があったんですけれども、はい、もうね、はい、まだその頃は、すごくもう新人で、もうペーペーだった官僚の方だったり、はい、あるいは本当に当時の大臣に仕える立場だった方とかっていうのをお話伺ったんですけど、もうね、本当にみんなで列をなして役人が並んだっていうんですよね。それぐらい、そして名前を覚えるんですって。はい、だからみんなにこう、なんていうか、愛されたというか、すごく活気ができたって省内言ってましたよ。そう
で僕それは、はい、もちろん覚えてもらってその覚えめいたくなって出世したかったっていうのもあると思うんだけど、本当に官僚は検索策を出したくて、うん、自分のこうすべきだって言いたくて並んだと思うんですよ、うん、官僚ってそういう人たちだから、うん、何か良くしたいって心から思ってる人たちだから、ね、まあ、本当に天下国家のためを持って役人宮遣いをしている方が、うん、多いと思いますから、そうでしょうね、もうほとんどなそうです、はい、でもそれってなかなかできない。はい、どうぞ。どうぞ、はい、役人がね、並んで列をなして並んだってあったり、はい、どうぞ、はい、こう本当に策を出したかったと思うんですよ、うん、でもその、なかなかそれができないのは、まず一つは聞いてくれる上司がいるし、それはそもそも出しようがないというのが一つと、はい、でも、その、何かあった時に責任を取ってくれる上司でないと、そんな危なっかしいことは言えないわけですよ。その、ね、ちょっとこう。今だと上司が真っ先に俺知らないって逃げそうですよね。そして、逃げそうでしょ。予算委員会や国会を見てると、一番最初に俺知らない、そんなこと言ったっけみたいな感じで逃げる方もいらっしゃるので。全部責任、ね、まずそもそも、うん、お気に入りの人以外から話聞いてくんないし、で、仮に何か起こったら自分が検索したことでもないのに全部お前責任とか言われたりするじゃないですか。で、ちょっともう都合が悪いとシュレッダーで全部消去しちゃったりね。そうそう。で、その状況ではそれは、その、官僚は案を出せないですよね。いや、怖いですよね。うん、怖すぎて。で、僕その、前川さんの出す、まだ笑う人いると思うけど、はい、前川さんの免従腹背って言ってたじゃないですか。はい、でも僕、免従腹背するような人はまだ、なんていうか、骨があるんだと思うんですけど、多分今ってもうみんな、もう免従腹従、はい、もうとりあえずもう言われたことだけやっとけと、自分でなんかやったら何恐ろしいことがあるか分かんないっていう心境だと思うんです、多分。はい、で、そういう状況って、その、権力は固まりますけど、はい、実は政策としては全然ドラスティックに動いていかないですよね。はい、それは田中角栄先生というかさ、角栄さんは、それは賢かったし、実行力もありましたけど、はい、一人でできることは限られるわけで、うん、それは多くの列を成した官僚が本当に熱意を持って策を作ってくれて、本当に熱意を持ってそれを実行してくれたから、100人分、1000人分の仕事ができたわけだと僕は思うんですよ。はい、その、要するに、100人分、1000人分の仕事をするには、それ100人、1000人の力がいるよって当たり前じゃないって話であって、はい、その、100人、1000人の力を結集するのが政治家の仕事で、で、それにはやっぱりちゃんと責任を取るっていうことが本当に重要なんだけれども、今真逆じゃありませんかっていうふうには思いますね。はい、で、それがこの、ね、その、新型コロナウイルス、正直もたもたしてるじゃないですか、対応。はい、いかがなものかっていう対応が、まあ、随所に見られるじゃないですか。で、それは今の霞が関の、免従腹背じゃなくて、免従腹従が生んでるんじゃないかなと。で、その原因は、実は安倍さんご自身が、やっぱり責任を取らないっていうことを、鮮明にしてるよ。まあ、ね、田中関係と真逆でも、すべての責任を私は取らないって宣言してたもんじゃないですか、もう今や。そりゃこうなりますよっていうふうには見えますけどね。まあ、本当にリーダーシップっていうのを改めて、まあ、考えさせられる。で、まあ、有事の時っていうのが一番本当に文字通り政治家っていうのは国民の生命財産安全を守る米山先生だったらかつて新潟県知事の時は県民の、ね、生命財産安全を守ってこうもう日夜24時間県民のことを考えて支えて守ってってことを考えてらしたと思うんですけど、本当にそのリーダーシップを発揮する気構え決断力みたいな、そうそう、この決断力っていうところのスピードっていうのも非常に私はリーダーにとって大事だと思うんですけど、そうですね、ここがなんかなかなか今ないのかなと。ないですよ、うん、でまたさっきの話に戻しましたけど、ってかつその決断もそのやっぱりすごく重い決断っていうのを突然できるもんじゃないわけですよね。だって、僕だっていろんなこと、時はあったけど、やっぱりその決断の背景にはいろんな情報をちゃんと上げてくれる人がいて、ね、その情報から、やっぱりその決断に自信を持てるからやるわけですよ。逆にその、自信もなくただ決断するやつ、それ困るじゃない。いくらなんでも。やっぱさ、合理的な決断してくれなきゃ困るわけじゃないですか。はい。ね、それは合理的だと自分が信じられる体制っていうのがやっぱできてないといけないって言いますかね。で、それにはやっぱりその突然できるもんじゃなくて、やっぱり平素からその、ご信頼を得てるって言いますかね。こういう時には、
正しい情報がちゃんと集まる状態になってて、でそれやっぱり平素から私は責任を取るよって言ってて、うんね、情報が集まるっていうのも、それは最後、決断を下したら俺の責任だっていうから情報集まるんですよ。だって、それじゃなかったら怖くて情報あげられないでしょ。はい。お前、ね、何か間違ったから、その、情報あげたらお前のせいだとかって言われちゃったら情報あげられないじゃないですか。はい。だから、平素からちゃんと、大丈夫ですか？自分の責任を取るっていうことをやって、きちんと情報が集まる体制を作っていくっていうのが、でも大事なんですけど、それもね、きっとね、おそらくない状態ですよ。今やっぱり、正直だって、本当のことを言ったら、ね、本当の情報を上げたりしたら、だって、安倍さんの主張全部、翻すような情報を上げるしかないじゃないですか。まあ、いや、ちょっと燃え張り。江戸時代じゃないんでね、お手打ちになったりすることはないんですけど。ないですけど。そうですね。いや、ね、だって名簿ありますとか、うん、なんか、いや、なんかね、いや、ちょっと、1万円かかってましたみたいな情報あげちゃうことになるじゃないですか、本当。野党合同ヒアリングとか聞いてても、官僚の、なんかこう、いろいろ野党の方が追及してるのを聞いててね、例えば1億5000万問題の時には、まあ、これは河合案里さんご夫妻の公選法違反ですけど、一般的に広島県における法廷費用いくらですかと言いにくそうに4700万円見て、一般事例としてと言っていて、あくまでも一般例として広島県はって、別に官僚の方がもうエクスキューズするわけじゃなくても、4700万ですってきっぱり言えばいいんだけど、なんかすごく申し訳なさそうに言ってて、その総務省の選挙課の方は全く問題もねないし、申し訳なくエクスキューズする必要がないのに言ってるっていう、やっぱその1億5000万と4700万のこの乖離ですよね。そう、だからまあ本当にそういう意味で、常識を外れたことが最近起きてることが多すぎるの で、そういうのがそのやっぱり回り回っていくって言いますかね、うん、そういうことすると自分のところ情報が集まらなくなってくるし、で情報が集まらないことも気がつかずに、まあ過大な決断されるとはそれはそれでいいのか悪いのかよく分かんないんですけど、そうですね、まあうん、でもさすがにそこまで劣化8000人呼んじゃったりねでもさすがに多分そこまでは劣化してなくて、やっぱり情報が集まってなくて不安で決断できないんですよ今、だからそういう意味では正直やっぱりこう、ね、こういう緊急事態が起こると、はい、今までこう権力で隠していたいろんな荒が出てしまっているなっていうふうには見えますね、はい、国は。まあ、そういったところを引き続き可視化していかなくちゃいけなくて、まあ、そういう中でご意見番としてね、また引き続きご意見番になってて、まあ、時々で過激に書いてて炎上してたりもするんですけど、でもズバズバとおっしゃるからね、より合わせさにきりくせずこうボンボン書いてらっしゃるから、またぜひ、ね、選挙区何にも出ていただいて、ズバズバと思ったことをおっしゃっていただけたらと思う、はい、時々でも今日もですね、ドキッとするような発言も結構あって、まあでもそれやっぱりいい意味で米山節でいいんじゃないかと思っておりますので、すみません、どれですけど、それだけ特定してもらって気になって眠れないから。いや、檻に入れちゃってとかね、なんかこう。いや、それは、いやいや、ものの例えだから。それは単に例えですからね。なんだけど、このね、なんていうのかな、いい意味で、なんか米山さんとこう難しい、なんていうかな、こう、わかりやすく言う、例えのところでユーモアをいっぱい交えておっしゃるから、いや、話して。まあ、場合によってはね、人によっては確かに炎上するかもしれませんよね。檻か、みたいな。そこだけ切り取ると結構過激だったりするんだけど、いや、ちょっとその話のもちろん前後があるので、まあ、ネットってよく切り取られたりするので、はい、この YouTube をお聞きの方もですね、はい、勝手に切り取ったりしないで、いや、やめよう、こう言ってたとかですね、政局落ちでこんなこと言ってたぞとかじゃなくて、最初から最後までしっかり切って、こういうお話だったよっていう、こうね、まあ、はい、ちゃんと通しで聞いてくださいっていうことを切に、はい、お願いします。いや本当にでもお忙しいところありがとうございました。またぜひ、いい、私もちょっとね、政治家の方が新人候補が毎日朝の辻立ちをするみたいに、一日コツコツなんかこう YouTube を毎日上げてみようと、ツイッターを投稿するように気さくにやってみようというのをちょっと通常国会始まって1月20日からやってみ始めたら、はい、米山先生なんかもぜひやられるといいですよ。はい、絶対発信向いてらっしゃると思います。はい、ヨネチューブもまた期待してますので、はい、はい、ありがとうございました。今日は米山隆一先生にお越しいただきました。またどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。ごめんください。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、あ、大丈夫かな。どうぞお切りください。はい、はい、どうぞ。はい、ということで皆さん、米山隆一先生でした。ありがとうございました。まあ、本当にですね、今日はですね、先ほど埼玉県知事大野元裕知事に伺って、それから前新潟県知事の米山隆一先生、ツイッターでもおなじみですが、お話を伺いました。ざっくばらんにね、お二人ともお話をしてくださって、今私の方はですね、こう政治ネタだけじゃなくて、やはり政治を取り巻く、日本を取り巻く、こう今最近の最新のトピック、そして、政局、まあ、そういったことを皆様に分かりやすく楽しく解説していきたいと思いますので、ぜひ引き続き、チャンネルの方を登録していただいて、ツイッターともども YouTube も推し広げて拡散していただけたらと思います。今日は米山隆一先生と、政局をつなうでした。ありがとうございました。チャオです。